東京都期は日本の都道府県の一つ、東京都の旗。本校では旗に図示されている東京都省、正式名称、東京都紋章並びに、前身の東京、東京都庁第2本庁舎前に形容される、時デザインの発案者は、東京資産次会員の渡辺幸樹とされ、1889年12月の市政特例施行に合わせ、 東京諮紋章として制定された。亀を真上から見た姿に似ていることから亀の子マークと呼ばれることもある。日、本、東、京、地の漢字5文字を太陽から6方向に光が差すイメージで図案化し、日本の首都、中心地として東京の発展を願う意図が込められている。現在使用されている。 都道府県省のデザインとしては1909年制定の千葉県省よりも20年古く最古である。ただし、東京都文省としての制定は、東京市と東京府が廃止されて、東京都政が敷かれた後の1943年11月8日である。東京都期は、江戸のイメージカラーである、江戸紫の地に都省を廃止したもので、東京オリンピック著作権法の規定により、 2015年1月1日より配色を含めてパブリックドメインとなっている。東京都紋章1990年代以降は1989年に制定されたシンボルマークや白地に緑色のシンボルマークを配したシンボル木の方が多く用いられているため一般に図書を見る機会は減少している。しかし東京都立大学や都立高等学校の入学式、 卒業式などの式典では、シンボル期ではなく時が形容される。東京都の説明では、都庁の公共施設、機関における、使用基準は、歴史的保存物で芸術性が高いもの、保存すべきもの、歴史、伝統を表現する必要があるもの、在庫、対応年数、使用状況を勘案して、なお一層一定期間使用する必要があるものの、いずれかに該当するものとされている。 現在では主に東京特部で設置されているマンホールの蓋や設置時期の古いカントリーサインで、なお東京都交通局では都庁を若干変形させた局門を前身である東京市電機局の創設時から使用しており、1990年代半ばにシンボルマークが制定されるまでは広く一般的に使用掲示されていた。シンボルマーク制定後は、 使用機会が激減したが、その後も、都営地下鉄や都営バス、都電荒川線、日暮里、舎人ライナーで発行されている乗車券の呪文や、都電荒川線9000系電車の車体側面、装飾などで見ることができる。東京都に継承された東京諮問章とは別に、東京府省も1931年に制定されていた。制定以前は、 東の一文字を円で取り囲んだ衣装が使用されていたが新時代の神秘を加えたいとして1943年7月の東京都政施行時に東京諮問省への一本化が図られたことにより廃止されたこの時期までに不動として整備された都道では21世紀に入っても不祥が中央に配置されたマンホールの蓋がごく稀に見られる場合がある 東京府省に関するカテゴリー、ありがとうございます。